Hello everyone, welcome back to 日本舞踊チャンネル。 I'm Chinami, 花の元。 I am a 日本舞踊 dancer. It is one of the traditional Japanese dance. So today, I want to show you what's going on inside traditional Japanese week. Yes, I mean, I want to focus on traditional Japanese week cap called Habutae. Yes, so let's get started. はい。こちらが伝統的な日本のウィークキャップ、ハブタエと呼ばれるものです。たくさん種類があるのですが、だいたいこの紫のものが多いですね。ハブタエはこのように白い部分、これはだいたい170センチぐらいある白い部分と、この紫の布の部分、そして紫の布の先に紐がついていて、この紐を絞って大きさをアジャストできるようになっています。基本的にはこれをこのように後ろからかぶって使うんですけども、今日は一人でこのハブタイをつける方法についてお伝えしたいと思います。実は大きな舞台に立つ時には床山さんと呼ばれるプロフェッショナルな方がいて、彼らが私たちの髪に関すること、このウィークキャップの付け方もそうですし、カツラをつけたり、あとはカツラを結ったりも全て彼らがしてくれます。なので自分たちですることはないんですね。ただ小さなコンサートでは自分でする必要も時々出てきます。その時のために一人でこのハブタイをつける方法についてお話ししたいと思います。このハブタイを一人でつける時には、私はこの伝統的なハブタイと、あと皆さんもご存知このようなウィッグキャップ両方使います。まずこのウィッグキャップで髪の毛を押さえて、その上にハブタイをするような感じです。ではお見せします。はい、ではウィッグキャップをかぶる前に簡単に髪の毛を束ねておきます。はい、そしてウィッグキャップですねをかぶります。もちろんね、髪が短い方はこのウィッグキャップをせずにすぐにかぶたをかぶっちゃっていいと思います。はい、横に向いてみると今こんな感じですね。なのでこのゴム、髪のゴムを取ります。よいしょ、はい、ゴムを取りましたよ。そしたらこの髪はぐるぐるっとまとめて、このネットの中に入れてしまいます。で、入れたらちょっとね、揉んで平たくして OK です。そうしたらこうくるっとして、こういうピンでね留めるといいんですけども、もし日本舞踊の伝統的なカツラをあなたのオーダーメイドで作った場合は、完璧にあなたの頭に合うように作られます。こちら私の頭に合うように床山さんが叩いて形を作ってくれているんですね。その場合はこういう風なピンがあると、なんか違和感を感じたり、これが頭に突き刺して痛かったりするんですね。なので私はもうほったらかしにしてます。このままどうしても気になる方はこう上に引っ張ってくるっとして、これをさらに自分でかぶる、はい、このようにして頭にフィットさせることもあります。はい、では次にハブタイです。ハブタイをどうやって固定するかというと、こちらの油です。覚えてますか？これは私が眉毛を消す時に使った油です。この油はファンデーションプライマーとしても使えますけども、グルーとしての役割もとっても強いんですね。なのでこのハブタイに対しては本当にノリのようにこれを使います。ではつけていきたいと思います。はい、使うのはこちら大白です。中にはこのようなロウが入ってますね。このスプーンのね端を使って取っていきますよ。これは全部に行かずに半分くらいですね。はい、
端は端から10センチぐらいは全面に塗ります。冬だとね、この油が固まってなかなか伸びてくれないんですけども、夏なので平気ですね。こめかみのところに当たる部分です。ここはこれは全部にいかずに半分ぐらいですね。はい、ではこの油を塗った歯ぶたをかぶっていきます。まずはふわっとこのように頭の上に置きます。そしてだいたいおでこから2センチぐらいのところにこのグルーを塗ったところを置きます。そしてピーッとこう肌につけます。はい、こんな感じです。はい、そして次は後ろですね。はい、そしたら後ろにこの紐をやって後ろで交差させます。よいしょ、こうですね。はい、この時にこの布が必ず白い紐の下にいることを確認してください。布をこの白い紐で押さえるイメージです。よいしょ、こうですね。はい、で前に持ってきます。で一回ちょっとこっち側を耳にかけておきますね。そしてまずこっち左側をこのこめかみぐらいに置いてぐっと上に上げます。でこう止めます。どうでしょうか、顔が上がっているのが分かりますか。これは釣り目と呼ばれて、もちろん役によっては必要ない時もあるんですけども、多くの場合はグッとフェイスリフトアップをしてこう顔を生き生きと見せます。ではこっちもやってみますね。まずこう来てこのこめかみあたりに置きます。置いたらグッと上げてそのまましっかり、すごくテンションかかってます。テンションかかったまま後ろ行って止めます。ブルーをつけているのでぴったり止まりました。そしたら今度この布を下にキュッキュッキュッと引っ張ります。でこの紐ですね、紐でキューッと頭にフィットさせます。止まったら後ろで交差させて縛ります。はい、こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。これが歯ぶたえと呼ばれる伝統的なウィッグキャップになります。はい、このビデオでは日本舞踊だけでなく日本の伝統的な小道具やメイク道具やあとこういう風なカツラの道具もご紹介していければと思っております。So if you like this video, please please subscribe and hit good button for me. So thank you for watching today and see you in the next video. ありがとうございました。はい、ではおまけでですね、私のオンラインレッスンの様子を少しご紹介したいと思います。私は屋敷娘という演目を今練習しています。とっても踊りが複雑なのでたくさんのことを覚えなきゃいけないのでちょっと大変なのですが、その一部を皆さんにシェアしたいと思います。